はい、こんにちは、ビッグボーイとビッグママです。なぜ今頃ブラックオプスなんてやるんだ。楽しいから。楽しいからだよね。ジャングルって名前が斬新。ジャンゴいや、敵なんか分割いるじゃん。いるね。もちろんスナイパーでしょ。いや、えいや、じゃあスナイパー使うかな。俺スナイパー下手なんで。おお、メーカー使うのね。いや、まあ、見せられないよレベルだったら、すぐ AR に持ち帰って。もう俺は使わないけど。なんでだよ。使っていくぞ。回線マックス。回線3本。相変わらず COD は回線が弱い、僕。やるぜ。ここ、なんか立ち回りがわかんないんですけど。俺、ひとまずモーションセンサー置いとこう。ここ、この辺から敵が来たはずだわ。これ来るでしょ、これ。くしなぁ。どうした、はい、一回して、一回して、誰か。一回して、一回して。味方、一回して、ちょっと、そこにいる味方。ありがとう。ナイス。あれ、いないや。で、俺、裏来てるわ、これ。モーションセンサー来た。くっそ、当たってない。でも、強いな。強いぞ、これ。俺、早速、スナイパーじゃちょっといけないような映像が流れ始めようとしてるよ。やめとけ。ほいいぞ。当たってないだと。当たってないだと。おかしいな。わかんないな。偵察機がないと全くわからない。うっ、当たっ、嘘だ。一発で死なない。嘘だ。ちょっと待って、一人も倒しておりません。ちょっとこれで倒せなかったら、ちょっと私スナイパー引退したいと思います。あ、死にましたね。スナイパーを引退します。じゃあファマスで。ありえない、今グレネードで死んじゃった。上空にカウンター偵察機、敵の近くにいる。おい、それ鬼畜はついてんじゃねえの。ついてるよ、バカ野郎。これいつやってたんだろう。ちくわつけてるってことは、なかなかの。あれ、敵いるんじゃん、これ。倒した。じゃあ、OK。これ、リス値を予測、かな？そこまでガチじゃなくていいでしょ。味方のナバームだ。あれも死なない。でも、ナバームって当てるの難しくね。いた。うわー、倒した。敵 OK、しゃがみつつ最強。これ、こっちからリスしてきてんじゃねえの、これ。いた。よし、偵察機。ナイス。あんまね、ゴーストとかしてる人少ないからね。偵察機も役に立つ頃だよ。そうそうそう。だけどめっちゃいるな、これ。いない。あ、リッチ変わった。なんか分割の括弧に。そうそう、ああ、まずい。倒した。ああ、ダメだ。じゃあこっちからナパーム来た。ナパーム来た。こうだな、こうだな。ナパームね、食らったら音もなくしぬから。くっそ、ダブルキルいけない。そうだ。おお、死んだ一人。ういー、よし、ダブルキル。偵察機ナイス。ハードライン回るの強いな。やっぱハードラインいいわ、うん、よし、待って、死ぬ死ぬ死ぬ。クレイモア最悪。あれ、敵どこ行った。うわー、エイムがひどい。倒した。まさかミューチュアレボリューション。あ、やられた。待って、今敵のリス地のまんまど真ん中にいたわ。お芋が見えたぞ、今。あれ、いない、いない。ここか。よし、遭遇戦強いぞ、ファマス、なかなか。お、危ねえ。死ぬのかよ。そうか、このゲーム抜けんのか。壁、よし、偵察機。やばいやばい、キューレックス投げたら味方にくっついた。よし、横から来んな。ほっ、あー、これね、来るわ。これスモークた、スモークたいたけど何の意味もないわ。よいしょ、倒した。
イモってるな。ちょっとちょっくらいイモってるな、これは。死ぬなよ。よし、倒した。何もいるぞ。で、モーションセンサー置く。コンカッション、ちょっとモーションセンサー置いて、奥から来てるから。あれ、ダブルキル。ここにいた、味方がやった。ちょっとあれ欲しい。来てる。うぅ、ナイフ。どうした、コブラスタンバイ。ナイフ出んのかよ、あいつ強くね。当たり判定がない BO で、あ、吸い込み判定がない BO でナイフやるってなかなか。よし、 SR71 OK、 ナイス。いいじゃん、調子どうしたの。いいですね。いや、スナイパーがね、それほどね、うんこってことなんでしょうな。よし、あれ敵だ。なんか楽いな。すごい、ファマス全然ぶれないな、これ。めっけえだろ。どうした。RPG 食らった俺 RPG 積んでる気がすんな、中盤。はい、あの、君はモダンオフェアではなかなか RPG でひどいことをやっていたじゃなかったっけ。俺は RPG で30キル30秒。あれでしょ、大体お前が RPG 使ったらお前ダブルキルして自爆もしてるっていう感じじゃん。そう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 、なかなかヌーブだよ。ナイフやった。でそこに敵一人いるでしょ。よっ、よし。すごい、めっちゃ倒してるわ。敵はどこにいるんだろう。倒した。ラスキルいただき、はい、というわけで、ブラックオプスちょっとなんかいきなり絶好調になってしまったわ。前もなかなかいいんじゃないの。なかなかいいよ。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。